これ梅や。アスパラちゃんだって、ほら。アスパラちゃん。アスパラちゃん、ほら、おいで。アスパラちゃん。やっぱめちゃくちゃついてくんですけど、アスパラ持ってたら。めっちゃついてくんですけど。かわいい、かわいい、かわいい、かわいい。どうも、飼い主のジャッキーです。3年かかってようやく我が家のアスパラが育ちました。今は梅が見守る中、アスパラを収穫してます。でっかいの取れたって。ごめん。おいで。興味ゼロでした。パート2。かと思いきや、アスパラを近づけた瞬間、梅のストーカー行為が始まりました。待て待て待て。待て。ボーじゃなくて。待ちなさい。ツーショット撮りたいだけだから。ツーショット撮りたいだけなの。放送終わり。こんなにもアスパラに興味津々な梅の姿を見て、私はあることを試したくなっちゃったのでした。そうなんです、私が試したかったのはアスパラを持った時のストーカー具合でした。ひとまず家の前を回ってみたいと思います。皆さんも何回回ったか数えてみてくださいね。4回目を回った時にあるトラブルが発生しました。私の検証に付き合ってくれた可愛い梅には、収穫したアスパラを食べてもらいたいと思います。まずは一番太い茹でたアスパラを揚げてみたいと思います。走ってきた。うまそうに食べてる。ワイルドだわね。一瞬でなくなった。もうないの？はやー。三口じゃん。アスパラが気に入った様子の可愛い我が家のストーカーでした。梅梅梅ジャンネル。さっとくよろしく梅ジャンネル。